どうも、ジエンでございます。今日はですね、マクドナルド四条大橋店さんにやってきまして、こちらのチーチー照り焼きを食べたいと思います。はい、期間限定の照り焼きバーガーですね。チーチーっていうのはね、チーズチーズの略でして、チーズが2種類入っているということでございます。チーズはね、普通黄色いチーズ、皆さん想像されるかと思います。マクドナルドのチーズバーガーね。ただね、このチーチー照り焼き、他はね、なんかチーチーダブチとかもね、たまに出てきたりしますけど、チーチーとなるもんはですね、こんな感じの、ちょっと見えますかね、白いチーズも挟まってるんですね。この2種類のね、チーズが楽しめる、そんな照り焼きマックバーガーでございますけれども、まあ、この照り焼きマックバーガーっていうのは、そもそもね、日本マクドナルド、これ日本でしか売ってない限定のね、ジャパンメニューなんですけれども、日本人が大好きな味わい、そんな味付けになってるこの照り焼きマックバーガーに、マクドナルドといえばね、ハンバーガーといえばというチーズが挟まっている。さらにそのチーズが2種類で、これはね、正直めちゃくちゃ美味しかったですね。僕は無類のチーズ好きなんですけれども、チーズとこの照り焼きの織りなすハーモニーがですね、本当に絶妙で、まあ、これまでいろんなね、マクドナルドの期間限定を食べてきてるんですけれども、正直一番美味しいと言っても過言ではないですね。まあ、僕いろいろジエンチャンネルでですね、マクドナルドの期間限定を紹介してるんですが、このチーチー照り焼きっていう、まあ、そのあまりにもマクドナルドで聞いたことがある名前というかね、聞きなじみがあったので、以前紹介してたんじゃないかなと思って調べてみたんですけれども、まあ、自分の動画がヒットしなかったので、おそらく僕これ動画で紹介してないんですよ。食べたことあるのかないのかもわからないのでね、食べてみたんですけれども、マクドナルドこれ一番美味しいメニューですね、僕の中でね。まあ、これまで僕はマクドナルドはダブルチーズバーガーが一番好きだって言ってたんですけれども、ここ最近ね、ちょっとそのまあ何ですか、信頼がね、僕自身の中で結構下がってきてまして、まあ、それはなぜかと言いますと、マクドナルドの、まあ、このダブルチーズバーガーってソースがですね、ケチャップなんですよね。はい、なので、まあ、ちょっと何ですかね、こうチーチー照り焼きを食べてみて思ったのが、やっぱりケチャップじゃない方がいいなっていうことなんですよね。照り焼き味がすごくマッチしてましたね。ケチャップだとね、どうしてもなんか肉肉しい感じが消せてないというか、少しちょっと重たくなってしまうんですよね。まあ、これまで高校生とかまではですね、まあ脂っこいもんもいけたのかもしれませんが、まあ、僕ももうそろそろ大学卒業するということでおじさんになってくるわけですから、まあもうケチャップで肉とチーズ食うのやばくないかっていう、結構ね、マクドナルドカロリー高いですからね。まあ、それで言うとね、あのビッグマックあるじゃないですか。まあ、マクドで一番多分でかいメニューですけど、あのビッグマックのビッグマックソース美味しいですよね。まあ、そんな感じでね、こうダブルチーズバーガーもケチャップじゃなくて、まあ、特製ソースとかになったらね、もっと美味しいんでしょうけど、まあ、そこまでね、言えないですね、マクドナルドにはね。まあ、マクドナルドのダブルチーズバーガーは一番美味しいと思ってて、まあ、正直別にね、まずくはないので、そら美味しいので、まあ、これ以上別にね、美味しくならなくてもいいんじゃないかというところなんですけど、このチーチー照り焼きがね、超えてきたので、まあ、これからはちょっとね、再度ですね、この照り焼きが美味しいなというふうに気づかされましたね。うん、これまでダブルチーズバーガーばっか食べてましたけど、でも僕もね、僕自身も照り焼きマックバーガーをクルタに食べてた時期もあったんですよ。本当に週に1回ぐらいはね、本当に誇張なしでね、照り焼きバーガー食べてる時期ありましたね。中学生とか時かな、なんか知らんけど、毎週マクドで照り焼き食べるということをしてる時がありましたけど、照り焼きマックバーガーってね、これ普通にバーガーとしてのレベルもね、高い、美味しい。照り焼きマックバーガー単品そのものが美味しいんですが、こうセットにした時にポテトがむちゃくちゃ進むんですよね。はい、やっぱりね、美味しいバーガーをね、食べてると、そのバーガーをね、もう食べたくて食べたくて、口でね、もぐもぐ食べてる瞬間もまた次のね、一口いきたいなと思ってしまうんですけれども、そのね、
もうテリヤキマックバーガーをさらに一口食べたいっていう気持ちを抑えてポテトを食べるこの幸せですね。本当にどっち行ってもいいんですよ。もうどっちの口行ってもいいんですよ。もうテリヤキマックバーガーを食べさえすればですね、次もう一口テリヤキマックバーガーを追い食べするかですね、ポテトで蓋をするか、これどっちでも正解。まあもちろん僕はね、こう今ドリンク、コカ・コーラを頼んでるんですけれども、コカ・コーラとかね、ドリンク飲むのも正解。テリヤキマックバーガーを食べた後の口ってね、何食べても無敵に美味しいんですよ。本当に美味しい。テリヤキマックバーガーがそのものがね、美味しいという話をここまでずっとしてますけど、テリヤキマックバーガーを食べた後のね、口さえ美味しいからね。こんなことないよ。うん。チーチーテリヤキあまりにも美味しかったんですぐ食べてしまいまして、でちょっと包み紙にソースが残ってたんでね、余ったポテトをですね、余ったソースにつけて食べるという、これは SDGs に貢献しています。はい。食べ残しとかね、僕あんま好きじゃなくて、まあ、これはね、その SDGs どうこうとかじゃなくて、まあ普通に僕あんまお金がないのでね、こう外食する機会ってもあまりなくてですね、動画で本当に紹介するぐらいなんですけれども、本当普段は納豆ご飯とかしか食べてないんで、こういうちょっとしょっぱいソースとかはね、体にちょっと悪いというか、まあそのいきなりねしょっぱいソース食べてびっくりしちゃうんじゃないかとか思うんですが、まあ、こういう余ることなくですね、食べないともったいないという精神が働いてきてしまいましてですね、こういうのは大体食べますね。外食で残すってことはあんまりないんじゃないかな。すごく もったいないことしたなっていう感じ、まあ申し訳ないという気持ちももちろんありますけど、もったいないなっていう自分に対してちょっと言い訳がねさしてしまいますので、残すと、だから必ずね平らげるようにはしています。はい、まあ、そんな感じで、まあ今残ったポテトとそれから残ったドリンク飲んでるわけですけど、結果的にはだから僕はまあ、バーガーとポテトいいペースで食べれなかったってことなんですよ。これ何を意味するかというと、チーチーダブチ、チーチーテリヤキがですね、まあ、とてつもなく美味しかったということを意味します。はい。もう普段だったらもうちょっとポテトを最初に食べたりとか、まあ、ポテトがいい感じに減っていくんですが、ちょっとポテトを食べる暇もないぐらいですね、テリヤキね、チーチーテリヤキが美味しすぎたのでポテト結構余りましたね。はい。でこの後は動画を止めて、まあなんかスマホとかを一人ダラダラ見ながらポテトをね、むさむさ食って、ドリンクキュピキュピ飲んでね、この京都というね、外国人観光客が集まる街でですね、マクドナルド、市場大橋店でね、一人ね、ポテトとドリンクを飲みました。美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。